J リーグ2024全チームの開幕をなんとなく見てみようのコーナーです。はい、はい、横浜 F マリノス対東京ヴェルディ J リーグの開幕カードの再現、大注目じゃないですか。いやー来ましたね、これも大注目なんですけれども、うん、猫さん、はい、横浜 F マリノス、はい、いや当然強いわけですよ。ですね、強いんですけどキーパーがどうなるのかちょっと僕情報を集めきれてなくて、誰かマリノスに詳しい方いたら教えてくださいいやポープって書いたんですけどイークラが入ってくるのか、あ、まあ、でも白坂も寺門もちょっと若いんで、まあ、ポープウィリアムだろうということで置いてますので、ご容赦ください。はい。はい。ということで、でセンターバックにね、エドワルドがいて、畑中慎之介、右に松原、左に長戸と、この辺はね、盤石ですね。角田選手が移籍しちゃったんですけれども、うん、小池選手なんかも全然控えているので、うん、まあ、そんな、なんだろう、心配するような布陣ではないですね、うん。で、ボランチに山根選手、そして渡辺康太選手、さらにアマジュンが帰ってきました、うん、でトップ下クマがナムテヒ、うん、これもねどっちも技術がある。ワントップにはアンデルソン・ロペス選手、今年から10番を背負うアンデルソン・ロペス、左にエウベル、右にマテウス、いや怖い、ヤン・マテウスがいます。怖い。さらにねこれ控えには我々もゴール食らった上中朝日選手も、ね、しっかりといますので、うあとはですね村上雄飛選手、若い選手も上がってきたり、左にはね宮市選手なんかも控えてますし、あー、いやーマリノス今年ね、しっかり西村もういないんですよね。あ、もうそうですね、あ、そっか、もう西村いなくなったのか、また移籍してしまったって。フーディンさん、ごめんなさい、ごめんなさい、あれ、え、どちらへ。海外だったかな。海外、そうだそうだ、なるほど。トモスノーさんこんばんは、ようこそ。ごめんなさい、ごめんなさい。マネコチャンネル、あ、スイスだって。スイスですね、ありがとうございます。となってくるとまあ、うん、吉尾海奈とか、うん、まああとはね木田拓也、あと水沼孝太も右にはいますし、うん、榊原選手なんかもユースから上がってきたトップ下できますし、うん、あとねなんかなんだかんだ僕試合に出るんじゃないかって思ってる選手が一人いるんですよ、はい、なんだかんだ試合に出る選手、その名は山村、はい、山村和也です。そうです何でもできる山村さん。川崎から行ったの。はい、へー、この年でマリノスに移籍、結構すごいね。いやすごいよ、多分ねいろんなところで出回ると思う。はー、はい、という感じでございます。さあ対して東京ヴェルディの話をしていきたいんですけれども、はい、なかなかね、東京の、ごめんなさい、情報が僕も緩くて、しょうがない、申し訳ないんですけど、ツ、うん、ートップと一応しました。はい、山田豪樹選手と、染野一樹選手。はい、で、右、左、両サイドに山木選手と、三木選手。ジェフの10番だった三木選手。僕の大好きな三木選手ですね。で、ボランチというか真ん中に稲見選手と森田光輝選手。若きキャプテン森田光輝ですね。また斉藤光介なんかもいます。で、右サイドに宮原和也。昔レッズに確かいた宮原和也に、センターバックが谷口英斗選手。あと袴田選手。左サイドバックに移籍してきた尾長聖選手、長崎にもいた尾長選手ですかね。うん、河村拓海選手なんかも入ってきてますというところで。いわきブランドすげえな。育てて。長井君もいわきだよな。そうですね。あと、ガンバから行った山見選手なんかもね、いるんで、ウィング。あー、はいはい。やられましたね、山見にも。ヴェルディ行ったんだ。はい。まあこんな感じで、あ、ディータカさんもうちの山民がいますっていうね。山民、うん、そう、いや今年 J1 帰り先ですけど、これゆうすけさんどうですか、このカード。熱いは熱いですよね、我々世代には。いやいや熱いっすよ、マイヤーいないのっていうねファーストゴールのマイヤーファーストゴールじゃないか。でしかもね、ワリノスは30年前は水沼貴史で、今はコータが、いいっすよね、ロマンっすよね。ロマンですね、
やでもこれレータさん、これベルディの方はね、あの時とは違って挑戦者というイメージのね戦いになりますけど、ジョークさんディアリストですから ね、 ね、まあ J2 の結構あなんか 有力な選手をまあ限られた資金でバッチリ集めきったっていう意味では伸びしろすげえなと、まあまあでも実績ありますよね、うん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 、金沢の木村もそうだし京都の山田も取ったのか、そうですね、からそうですね、うん、まあ前線に関しては相当ワクワク感は出たんじゃないかと思うんですよね、うん、逆にね猫さん、はい、こういうチームと今年鳥栖は戦うわけですよ、うん、いやー、くせ者ぞろいのヴェルディ、そしてね、こんだけ戦力充実してる、さっきの浦和や広島もそうですけど、マリノスさんも、うん、でもこんなマリノスさんと、うん、去年もいい勝負してますから、うち、うん、全然戦えますから、はい、うん、これ、ユースケさん、今年もマリノス戦楽しみですね、これね、そうっすね、いい試合をするけど、でも勝てないんだよな。いや今年は、ね、今年こそは1回ぐらい勝ちたいな、勝ち切りたいですね、本当ね、いや皆さんちょっとコメント欄でもマリノスへの勝ち方求めます、募集、確かにいやぜひぜひね、もう何としても勝ち試合見たいなっていうところですね、うん、まあ一応こんな黄金カードですね、うん、子さん、はい、うん、はい、